このクルド人に関して問題で、さらに問題であるというのはですね、その不法滞在をし続けているものの中にですね、テロ組織 PKK の人間がいるのではないかと、埼玉県公園緑地協会が開催許可を出して開催されているイベントの一つとして、クルド人による新年のお祭り、ネウロズというものがあります。このネウロズというお祭り、最近も開催されたようですが、この参加者と PKK との関連について把握しているところを伺います。在日クルド人の新年祭、いわゆるネウロズの開催について、県営公園の使用を許可し、また開催されたとの報道は承知しておりますが、調査の具体的な内容については、今後の業務遂行に支障をきたす恐れがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。私の方で補足させていただきますと、このネウロズについてはもう映像であったり写真がですね、たくさん出ているわけでございます。で、その中でPKK の旗がですね、実際に掲げられているわけですし、あと、その中で踊られている、歌ですかね、踊りを交えた歌もですね、トルコの兵士を殺すようなですね、それを賛美するような歌が歌われていると、認識をしております。で、このネウロズについて NHK に伺いたいと思います。 NHK はですね、このネウロズの番組を放送したことがあると、承知をしております。私の、確認したところですね、この番組内容は、PKK に警鐘を鳴らすものではなく、それよりもむしろですね、肯定的なものであったかと認識をしております。ネウロズに PKK が関与している、それが否定できないという指摘がある中ですね、結果として NHK が PKK に肯定的な放送をしているとの指摘についてご見解を伺いたいと思います。新年を祝うお祭りネウロズを取り上げております。動画で紹介しましたネウロズに PKK が関与しているかどうかにつきましては NHK は承知しておりません。トルコでは1980年代以降、武装組織の PKK がテロや襲撃事件を繰り返してきたことも含め、NHK ではトルコ側とクルド側双方の立場をニュースなどでお伝えしており、今後も多角的な視点を持って取材政策に当たってまいります。受信料を払っておられる国民の方がですね、その受信料によって、PKK をですね、肯定しているような放送がなされることについては、私としては注意を喚起したいと思います。テロ組織に指定されている PKK を肯定するような内容の番組を NHK が放送していたことに対し、浜田聡議員が NHK に言及した。あくまで NHK は多角的的視点からの放送に努めるという内容であった。次に、最近埼玉県川口市などで話題となっている、いわゆるクルド人の問題についてお伺いします。ここでちょっと順番の方を変えさせていただきます。先日の委員会において、この問題についていくつか取り上げました。今回その続きとなります。日本で生活しているクルド人が、その地の住民の方とトラブルを起こしていることはもちろん問題ですが、やはり大きな問題はですね、不法滞在が指摘されているということでございます。法律違反を、し続けているということですから、当然、大きな問題であると思います。で、この点に関してはですね、別にクルド人に限った話ではなく、不法滞在は不法滞在ということで、その他の国においても、国籍の方においても問題であると思います。ただですね、このクルド人に関して問題で、さらに問題であるというのはですね、その不法滞在をし続けているものの中にですね、テロ組織 PKK の人間がいるのではないかということです。それについてお伺いしていきます。警察庁のウェブサイトには次のような記載があります。国内外の犯罪組織が連携した不法入国、不法滞在事犯は、その形態や手口の巧妙化、多様化が進んでおり、さらに潜在化、定着化することが懸念されることから、今後とも厳正な取り締まりを行うこととしています。ということで、この取り締まりはしっかりしてほしいということをですね、私も申し上げた上で、テロ組織 PKK について伺います。具体的なところを伺いたいので、ここで埼玉県川口市のことについて伺いたいと思います。いろいろな情報から伺えることとして、川口市にあります一般社団法人日本クルド協会の実態がですね、PKK と関連があるのではないかという
報告がありますが、これについて政府の把握しているところを伺いたいと思います。公安調査庁平石調査第二部長。お答え申し上げます。トルコ政府が一般社団法人日本クルド文化協会等をテロ組織支援者に認定したとの報道は承知していますが、調査の具体的な内容については今後の業務遂行に支障をきたす恐れがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。なお、ご指摘の PKK についてはクルド人国家の樹立を掲げトルコ国内を中心に活動している組織であり、これまで我が国は PKK が実行したとされるテロ攻撃について断固として非難してきたところでございます。また我が国は平成14年7月5日付の閣議了解により PKK に対しテロリスト等に対する資産凍結等の対象としております。以上です。浜田聡さん。はい、ありがとうございます。この件に関しては、はっきりとした答弁は求めないです。求めません。で、引き続きですね、同様の答弁になるかもしれませんが、質問させていただきます。埼玉県のことです。埼玉県公園緑地協会が、開催許可を出して、開催されているイベントの一つとして、クルド人による新年のお祭りネウロズというものがあります。このネウロズというお祭り、最近も開催されたようですが、この参加者と PKK との関連について、把握しているところを伺います。平石調査第二部長。お答え申し上げます。埼玉県公園緑地協会が在日クルド人の新年祭、いわゆるネウロズの開催について県営公園の使用を許可し、また開催されたとの報道は承知しておりますが、調査の具体的な内容については今後の業務遂行に支障をきたす恐れがありますことから答弁を差し控えさせていただきます。浜田聡さん。はい、ありがとうございます。私の方で補足させていただきますと、このネウロズについてはもう映像であったり写真がですね、たくさん出ているわけでございます。でその中でPKK の旗がですね、実際に掲げられているわけですし、あと、その中で踊られている、歌ですかね、踊りの交えた歌もですね、トルコの兵士を殺すようなですね、それを賛美するような歌が歌われていると、認識をしております。で、このネウロズについて NHK に伺いたいと思います。 NHK はですね、このネウロズの番組を放送したことがあると、承知をしております。私の、確認したところですね、この番組内容は、PKK に警鐘を鳴らすものではなく、それよりもむしろですね、肯定的なものであったかと認識をしております。ネウロズに PKK が関与している、それが否定できないという指摘がある中ですね、結果として NHK が PKK に肯定的な放送をしているとの指摘についてご見解を伺いたいと思います。日本放送協会山名専務理事。お答えいたします。ご指摘は中東に関するウェブ記事に関して NHK が X 旧ツイッターに投稿した動画についてだと思いますけれども、この中で日本で暮らすクルド人がさいたま市で開きました新年を祝うお祭りネウロズを取り上げております。動画で紹介しましたネウロズに PKK が関与しているかどうかにつきましては NHK は承知しておりません。トルコでは1980年代以降、武装組織の PKK がテロや襲撃事件を繰り返してきたことも含め、NHK ではトルコ側とクルド側双方の立場をニュースなどでお伝えしており、今後も多角的な視点を持って取材政策に当たってまいります。浜田聡さん。受信料を払っておられる国民の方がですね、その受信料によって、PKK をですね、肯定しているような放送がなされることについては、私としては、注意を喚起したいと思います。